隣駅まで1分で行けるのかチャレンジ。阪和線和歌山駅からスタート。225系奇襲時快速大阪環状線行き。意外と近いこの区間なら行ける。意外と遠い。周りの駅間が長いから目立つだけで、調べたらこの区間は 1.1 キロもあった。